三重チリさんです。うまっ。ちょっと、なんすかこれ。ナイスです。お手に乗ったね、今。でも持ち玉ドローですか。ドローです。すごい綺麗ですよね。ちゃんとこう右に出てこうピュッてこう戻ってくるんで、今は綺麗に出てくる。いや、すごい。結構下ってるよ。うまい。ああ、思ったより下りが強い、ね、うん、曲がりも強かったと思ったんですけどね。うん、さっきね、レッスンプロドンの話になってね、はいはい、そう、僕がなんかいいなと思ったレッスンプロってことですよね、はいはい、そうですよね。そうそうそう、ちょっと面白い話かもしれないんですけど、あのリサちゃん、うん、それこそ最初の方に話したリサちゃんの師匠にあたるティーチングプロがいるんですけど、僕の先輩なんですね。いつ時代の先輩。いや、もう全然地元、もう地元の、そう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 、そう全然かぶってないんですけど、で僕別にゴルフ部じゃなくて、た本当は普通にあの、そんな、あの普通の先輩で、でちょっとゴルフやってるからたまに挨拶に行く程度なんですけど、前ちょっとこうイップスで体が硬くなっちゃってスイングがうまくできなくなった時に、まあ別にプロになるわけでもないし70代を出そうと思ってるわけじゃないんだから、でスイングは人それぞれだから気にしないでとりあえず振れよって言われて、なんか振ってったらたまたま当たったんですよね。その時そこからもうそれでいいって言われて、やっぱプロにそれでいいって言われたらさ、それでいいって思っちゃうじゃん、うん、ってところで、もう全然もうダメ、もう常に心配して、うん、もう神経質なのかもしれないけど、うん、あ、ダメだって思いながら、そう、あ、やっぱりダメだみたいな。それがイップスなんだよね。そう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 、こんなのどうでもいいからとりあえず振って、うん、当てて、うん、あの会話楽しもうと思ったら、うん、いつの間にかなくなってって、うん、でも下手ですけどね。いやいやいや、だけどイップスになるって、そんな私みたいに4年そこらの子ってイップスって何ぐらいな、なんかぐらいですけど、やっぱ経歴どんどん積んでいくとそういう悩みがやっぱり出てきて、ゴルフ怖くなっちゃってコース出たくなくなっちゃったりするってよく聞くから、でそういうなんか魔法の言葉じゃないけど、そうそう、それがそう、あ、技術を教わったわけじゃないんだけど、うんうん、でもやっぱプロになる人とかって絶対自信って必要だと思うんですよ。そう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 、だから それ込みだと思って、ね、これはすごいと思って、あのもう本当にもう心の師匠って感じです。いい先輩ですけど、心の師匠欲しい私もいやいや、コーチいるんで。コーチね、今日だってほらボール、名前入りのボール持参じゃないですか。そうカズマボールね、そうカズマボール、ね、いつでもいるよって意味で、いつでもね、そうカズマボール、カズマボール、はい、よく止まるんですよく止まるお、初ロングですね。長っ。長っ。500ぐらいあります。521パー5。うん、いいっすよ、距離が稼げます。ナイスドローです。元で、あ、抜けた、うん、抜けたね、すごい、最短じゃないですか。最短じゃない。でもどこに落ちてたですね。今線だろう、向こうが。でも今木落ちたよね。はい、あの見えました、フェアウェイ側にあります、はい、はい、ちょっと、うん、これはまあそっからだったら狙えますよ。短い、うん、クラブ何なんですか、ね、クラブ。クラブはキャロル、アイアンはマジェスティ
のロイヤルで、うん、ユーティリティから上全部が、ローグのマックスファーストメンズです、うん、どっちもメンズ両方メンズカーボンの R カーボンの R、はい、女性は結構大変ですよね、クラブ行ってたらね。ちょうどそこから大変になりますよね。その メンズに行っていいのかどうかが分かんないですよね。そう、まあ、最初から A 買う人もそんなにいないかもしれないけど、ビギナーで、うん、L の時代がさっさと終わって、うーん、でその後メンズの R に行った、 R2 に行った、レディースのもっと硬いやつが、うん、そのキャストメーカーのキャストに変えるとか、うんうん、それ ね難しい。男性用だと長さもね。あ、そう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 、結構そうそうそう、まあ私カロリー性が高いから、あ、別に長さはそんなに、むしろレディースの方が短いから使いづらかったけど、はいはいはい、うん、でも本当にあのレディースの A シャフト使ってた時、もう力がこっちの方が力が強いから、もうなんかもうやめてってクラブが泣くのクラブが泣く泣くの、なんか分かるの、もうやめてって痛いよみたいなのを感じるの。え、今はどんな感じですか、あれ当たって。今はもう友よみたいな、友よ、一緒に行こうぜみたいな。でも結構バチバチ当たってますよクラブは。いや、だから、いや、もうなんかようやく力加減が揃ったから、ようやく同士になれたけど、前の A シャフト、A シャフトの武器か、あ、もう痛いよみたいな、もっと優しく叩いてよみたいな。多分ね、このクラブも思ってはいると思うんですよね。え、思ってないよ、めっちゃ仲良しだから。そうっすか。44次の真ん中、ナイスです。はい、ありがとうございます。ナイスです。アリちゃんは、はい、あのゴルフ以外でなんか好きなこととか趣味みたいなのってあるんですか？最近は、最近、あれですよね、サウナですよ。サウナ。サウナ。サカツです。サカツ、あ、ガチじゃないですか。親友にこの間、あの、いいとこあるから連れてってあげるって言われて。わー、すごい、近くじゃなくて。そうそうそう、実家に帰った時に親友に連れてってもらったところが、ロウリュウって知ってる？うん、名前だけ。そのさ、あの、サウナの中に入って、あの熱風をこうパタ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 やるやつ。そういう意味なんだ。そうそうそう、あれロウリュウって言うんだけど、それをね、やったの。はい。もうそれからもうロウリュウにドハマ。で手あげるとおかわりくれるの、そのやってくれる、はいはいはいみたいな、で最後もみ水風呂入って、でまたちょっとあの塩飴舐めてダロウリュウ行ってをもう3時間ぐらい繰り返して、その友達ももうなんか前日あのなんかあんまり寝てないから、もしかしたらリタイアするわとか、好きにやってていいかなみたいな。そう、友達も呆れるほどに痛い。本当にですね。で、それをやってると真夏のゴルフが本当に楽勝。確かに、ね、確かに、うん、耐えれそうですね。耐えれる、まあ本当に本当に暑いけど、なんか熱中症とかにはなりづらくなるんじゃないかなと思ってます。僕は5分ぐらいしか無理っす。いや、まずですね、入るじゃないですか、あの息苦しくなる、息苦しくなるよね、なるなる、あのそう、皮膚呼吸されてないみたいな感じで、鼻からも口からもここがね酸素ないじゃんってなって、もうなんかちょっとなんかもう辛くなってきて、汗が出てくるのもなんかちょっとあれいいんでしょうけど、出過ぎてなんかこうちょっとなんか嫌だなみたいな感じで、下準備が大事なんです、たくさんお水、あプラス水がダメです、水風呂が。水風呂がダメ。そう、だから仕上げらんないんですよ。仕上げ、ちょっと整えられないよ。
そう整えられないんですよ。なんでサウナ好きな友達とかに無理やり、うん、行くって言われても嫌、ね、だよね、断固拒否です。断固拒否だよね。もう勝手に行ってくれっつってしかもだってあれなんか我慢比べになるじゃないですか、一緒に行くと。いやもうね我慢、まあそうだね、あれがもう嫌 だ、ね、まだ行かない、まだ行かないみたいな感じだよね、そう、うん、いいっすね、はい、うまい、やった、先生に渡すよ、うまい、手紙80代はなんか出てもおかしくないと思うんですけどね、ないんだよ、出ないんだよ出ないんだよ。でもさ、あのホームコースがあればもうそこずっと回れば出るよ。確かに、そうそう、出るのもマネジメントできれば出る。だって今日初めてでそんなこう、うん、撮影の関係もあってナビとか見る余裕ないじゃないですか。あ、そうですね。でも全然噛み合えば絶対行くよねっていう感じ。どうなんだ、ちょっとね、グリーンがね、まだなんか確かに、あのやっぱグリーン周りとグリーンですよね、うん、ちょっと回んない。まあ18ホールあるんで、多分そのうち何回かワンパットは来ると思うんですよ。バンカー越え、バンカー越えだね、飛びました。おお、あれベストじゃないですか、うん、結構ギリギリで落ちたんで、そう、でももう食らってるから、もしかしたら、これだ、ここですよ、ここですよ、これだね、これ入れたいよね、入れたい、プレッシャーかけちゃったかな、プレッシャーかけちゃったかな、プレッシャー感じてたら勝てませんね勝つ誰に、自分に、 自分に勝てません、ママちゃんみたいな優しい人のプレッシャー、もっと嫌な人いるじゃん、嫌な人、嫌な人いるじゃん、勝ててくる、あんまいないか、いないよ、うん、スコアとか言われちゃうとちょっと面倒くさいですよね、それ入れてパーとかとかになってくると余計こう固まってきちゃうかもしれないですよね、そうそう、はっきり言われちゃうと、そうだね、考えちゃいますもんね、考えちゃうよね、外した時と、あ、そうだっけみたいな、うん、あるよね。